それでは早速キャストの皆様にご登壇いただきましょう。無敵の笑顔だらすメディア、まずはこの方、いちごプロダクション所属アイドルグループ B 小町のセンター、その天性の輝きで一世を風靡した愛役、高橋理恵さん。おはようございます。はい、愛ちゃんの声を担当させていただいております高橋理恵です。愛の推しポイントは星の愛、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さすがすぎる星の愛。さあ続いてはこの方、高校1年生ルビーの双子の兄、アクア役大塚武雄さん。おはようございます。はい、アクアの声を担当しております大塚武雄です。アクアの推しポイントは顔がいいところです。本日はよろしくお願いします。間違いない、よろしくお願いいたします。さあ続いてはこの方、高校1年生アクアの双子の妹、ルビー役生駒ゆりえさん。はい、ルビー役の生駒ゆりえです。すごい。ルビーの推しポイントは顔がいいところで、この2人今日はよろしくお願いします。双子だからね、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ続いてはこの方、地方都市で働く産婦人科医院の推しのアイドル B 小町の愛、五郎役伊藤健人さん。よろしくお願いします。はい、伊藤健人です。五郎の推しポイントは白衣メガネキャラであることです。五郎役の伊藤健人です。よろしくお願いします。間違いない、よろしくお願いいたします。顔で言うから言われた時にあって思ったんですよ。言う文言考えながら出てきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ続いてはこの方、高校2年生、幼い頃から子役として活動しており、当時は10秒で泣ける天才子役と評判だった有馬かな役、半めぐみさん。皆さんこんにちは。有馬かな役の半めぐみでございます。有馬かなの推しポイントは、レロ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 、重曹舐めないわ。求められたら 120% その人のために頑張れるところです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ということで本日なんとこのお二方に来ていただいております。登壇していただきましょう。黒川あかね役岩見真中さん、メムチョ役大久保留美さんです。どうぞ。それではね、一言ずつちょっとご挨拶いただいてもよろしいでしょうか。はい、皆様はじめまして、黒川茜の声を担当することになりました岩見真中です。とても緊張をしているのですが、黒川茜ちゃん一生懸命演じますのでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では続いて大久保さん。はい、皆さんこんめむめむちょだよ。ということで YouTube の方ではちょこちょこ、はい、お声を聞いていただいている方もいると思うんですが、改めましてめむちょを演じさせていただきます大久保留美です。今日発表できる日を心待ちにしておりました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは岩見さん、黒川あかねの推しポイントいただいてもよろしいでしょうか。はい、あかねちゃんいっぱい魅力はあるんですけど、あの天才女優ということで、うん、あの独学のプロファイリング能力があるっていうところが私的に一押しポイントです。はい、はい、これがね、作品の中でどう動いていくのかね、楽
楽しみですね。ありがとうございます。そしてメムチョ、ようやくね、はい、はい、解禁となりました。大久保さん、推しポイントをお願いいたします。はい、メムチョはですね、癒しなところが私的には推しポイントかなと。あの、元気で明るい子なんですけれども、はい、みんなよりちょっと大人っぽいところがあって、うん、まあ、結構バランスよくみんなのことを見てたりして、うん、そういう大人っぽいところがあって、はい、ちょっとそういうところなんか癒しな部分が推しポイントかなと思っております。そうですね、お姉さんっぽいところが素敵ですよね。そうですね、ぽいところがね、ぽいところが、ありがとうございますね。It's getting dangerous, dangerous. We like it, serious.